お兄ちゃん、誰に聞いてるのよ。桃子たちならとっくに準備できてるんだから。ね、玉木、行く。うん、玉木、昨日から準備できてる。楽しみだったから。私もすごくドキドキしてるけど楽しみ。もう変なプレッシャーかけないで。二人とも気にしなくていいからね。練習通り。プロデューサー、そろそろ舞台袖に移動を。あら、三人ともすっごく可愛いじゃない。うわというリアル天使。ここは天国ですか。カメラカメラ、ない。そうでした、この衣装だと入れるところがなくて楽屋に置いてきて。アリサ、衣装の不覚です。何言ってるんですか、アリサさん。それよりみんな時間がないわ、行きましょう。静か、このみ、アリサもすっごくかっこいいぞ。プロデューサーさん、この衣装って私たちが海でお仕事した時の。全員分な、何？これも歴とした衣装なんだから、ちっとも変なんかじゃないわ。静香ちゃん、さっきまでドアにかじりついていたとは思えません。これぞプロの鏡。胸アツです。恥ずかしくないって言ったら嘘になりますけど、みんなだってこれを着てお仕事したんでしょ。だったら私たちが恥ずかしいなんて言ってられないわ。そうよね、アリサちゃん。はい、それに桃子ちゃんたちを一躍有名にしたご利益のある衣装ですからね。今日のライブも成功間違いなしだとアリサは思います。このみさん、静香さん、アリサさん、大人っぽい、かっこいい。少し複雑だけど、でも任せて。今日はアダルティーな大人のタコで盛り上げてみせるわ。いやだ、なんかしょっぱいわね。これは涙じゃないの、塩よ。あ、プロデューサー、私ステージが終わった後話がありますから。あ、それは私もあるかもしれないわ。それならアリサもご一緒します。あ、もうこんな時間。お二人ともスタンバイ急ぎましょう。わかったわ。みんな、今日は思い切り楽しみましょう。私もみんなの歌、楽しみにしてるから。はい、ありがとうございます。二人とも、頑張ろうね。